おはようございます。めぐっぺです。今日も単語の紹介をしたいと思います。昨日夏の単語ということで、セミを紹介しましたが、今日も続けて、夏に出てくる虫の単語を紹介しようと思います。はい。で、今日は何かというとホタルです。皆さん、ホタルって何て言うか知ってますか？はい、正解はファイアフライ、ファイアフライですね。はい、ファイアは火という意味、フライは飛ぶ虫のことですが、ファイアとフライが組み合わさってファイアフライがホタルという意味になります。で、ホタルにはもう一つ言い方があって、ライトニングバーグ、ライトニングバーグでも、ホタルという意味です。ライトニングはライト、光を灯す光の、ing 形で、バーグは虫全般のことをバーグと言いますが、こちらでライトニングバーグが、ホタルという意味になります。ぜひ覚えて使ってみてください。